クラブをね上から入れた方がダフらない。結構皆さんね勘違いしてる人がいる。これが真実なんですよ。これみんなね手で上げて上から入れるの。グリップを押し込んでハンドファーストになると。緩やかに、皆さんこんばんは。原田ゴルフ原田周平です。今日のテーマはねアイアンがダフったりする人っていうところで、クラブをねこう上から入れすぎている人、これを直してみたいと思います。直す方法をねちょっとお話しして思います。これね結構皆さんね勘違いしてる人がいる。クラブをね上から入れた方がダフらないね。どんどんとクラブをこういうふうにこう上からこう入れていきたくなってくると。でこれやってるとね意外に上から入んないんですよ。意外に上から入んない。逆にこう上から入るような感覚から怖がって結局こう下から入るんですよね。うん。でさらに言うと結局上から突っ込んでいくもんだから跳ね返っちゃってこうねダフるだけじゃなくてこうすっぽ抜けるみたいな、これになってしまう。こうね下から入ってしまうと。で僕がこういうねダフる人に対してどういうアドバイスするか、これ今日言いますから、これやってで皆さんね本当に悩んでいる方が一気に解決してるんですね。ぜひともしっかり聞いてほしい。何かというと逆、緩やかに入れるっていうね。緩やかに入れるために一番やってほしいことをちょっと今日話します。で緩やかに入れれない人と入れる人のまず特徴を一つお話したいと思うんだけど、まず緩やかに入れれない人っていうのはこのアドレスの時のこの手のポジションに対してグリップがこういう風に幅が作れる。つまりここにカーテンレールがある人、ここにカーテンレールがある人は緩やかに入れれる。結果的にハンドファースト使えるんですね。この時に重心の移動みたいなものを作る、体幹使えるんですよ。だけどこれできない人どうするかというと、こうやってあげるのね。でここにこういうイメージを持っていくわけだ。でこういう風に入ってくるともうハンドファーストになっちゃうからまずいんで、もうこの辺で予感するわけ。自分でダメだってどうなるかっていうとほどこうとするわけ。結局自分は気持ちはこうなんだけどこうなれない。だけど緩やかに入れようと思う人の方が逆にハンドファーストになったりするわけ。勝手にあらハンドファーストになっちゃったってね。だからみんなここの幅を作りたがらない。ダフる人は怖くて、要するにこうなるから、ここら辺の風景が怖いんですよ。みんな怖いからこうやってあげてここの風景を消すんですよ。だけど緩やかに入れたいって人の方がダフらないってのはここなんですよね。ここを覚えないともうみんなダフるし、緩やかに入れるということの意味がわからない。でそう考えるとね、皆さんどういうバックスイングしてるかというとね、へそを中心にイメージする人が多すぎるんですよ、ね、へそ中心でスイングすると上から入っちゃうの。そうですよね。だってへそだったらクラブ上がっちゃうから。僕らは何どうしてるかというと、だいたいこことここにこれぐらいの幅を作るので、へそをグリップをスライドするイメージ、お腹のグリップをスライド、ここのスライド感がある人は非常に上からクラブが入りにくいし、緩やかな軌道でかつ上から入りやすい。これを覚えないと本当の意味のダウンブローもわからないし、本当の意味の緩やかなシャローイングもできないということになります。なのでここのまず練習方法は2つ。1つ目はハーフショット、この緩やかなスタートグリップを押し込むようにして打つ練習。この練習をまずやってみてください。グリップを押し込んで押し込む練習。イメージはグリップを2回スライド、スライド、スライド、2回スライドして、ちょうどベルトの位置の右腰よりも頑張って外してみてください。グリップをね
これできないですよ皆さん。みんなこうやるから、グリップを外すぐらい、お腹から外す、だからお腹からこうグリップをこう外していくぐらい。そうするとこの時にハンドファーストになると。グリップがここに自分の甲に隠れてくる時、瞬間ここがダウンブローのハンドファーストのイメージになります。だけど緩やかなところからハンドファーストになるというところが非常に、シャローイングのイメージと酷似しますね、はい、だからグリップが動かない人はまずそのシャローイングのイメージもできないと出ないということが言えるんで、まずここを覚えます。で先ほど言ったように重心をこうグリップをこっちに持っていくときに自分が持っていかれないように体幹しっかり、体幹しっかり、体幹をしっかりしてハーフショット。じゃあね、どういうイメージ、もう少しね、詳細を詳しくお話しすると、こういうサンドバッグ、これインパクトバッグというところなんですけどね、これをこういうふうにクラブを入れます、ね、ここら辺でアドレスをしたとして、こういう感じで皆さんどうしたってこうなるんですよ。でこれをどうするかというと、緩やかに上げて緩やかに緩やかに、こうすると体重移動の水平回転、水平にこうこう水泳しないぐらいの重心の移動っていうのが分かります。こうですね、重心のへその動きっていうのがね、このへその動きが分かるとホリゾンタルという水平の体重移動のテクニックっていうのが分かる。床反力のこの左への水平の床反力が使えると、非常に距離と方向性両方を手に入れることができるので、絶対やってほしい。これできない人はみんなこうやって上に上げといて、こうやって上から叩くんですよ。だからエネルギーが全然下に向かうんで横に向かわないんで、ボールが飛ばないということですね。これが分かってくるといいですね。これで強く、もう本当にグンとグンと、そうするとほら腹筋の力とか足腰の使い方が分かると、ね、あ、でここでハンドファーストになる感覚もこれで分かりますよね。でここにぶつかる感覚とか手に当たる感覚とか、全てこれで手に入ると。必ず重心が先で後からヘッドがついてくる、この関係が本当にこれで分かると。これが真実なんですよ。これみんなね、手で上げて上から入れるの、これだからダフるんですよ。例えばドライバーの場合、かなりここのスタートのところ、まあ、本当この辺りぐらいでイメージしてもいいね。こういう風に入ってくれば緩やかに入ってきますね。これみんな上から入ったらダフりますから、上から入るとボールがスライス回転、スピン量の多いボールになってしまう。緩やかにこういう風にイメージしていくと、まとめて一気にこの緩やかな軌道でのボールを打ち方、アイアンとドライバーショットといいますね。構えてここを一度チェックする、ここチェックして、こんな感じですね。緩やかな軌道で、それでいてしっかりと分厚くインパクトする。こんな感じですね。ドライバーもやってみましょう。かなり低いところ、低いイメージで、これですね、もう一球、
こんな感じですね。緩やかな軌道でねボール捉える、これめちゃめちゃ重要なんで、ダフらない、どうしてもダフって悩んでる人、これでやればダフらないしきっちりボールを強く叩くことができるので、ぜひとも練習やってみてください。それではね、このチャンネルは毎日更新してるんで、まずチャンネル登録、高評価、そしてコメントめちゃめちゃ書いてください。それでは今日はこの辺で終わります。さよなら。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。